画面の前の皆様、こんにちは。変態サイコパス、ベルクラでございます。やってきたぜ。わかってる、お母ちゃん。私のベルクラ整骨院を会員しろと。会員しろということでね。まずは、電話でね、通報されたら困るから。やっぱり苦情はね、受け付けていませんからね。クレームというかね。ハリハリ。基本的に、当院で、まあ、当院でね、治療したことに関して、後からクレームされても、私はね、困ります。困ります。困りますというか、受け付けていません。うん。まあまあ、大抵の人がね、クレームは言ってきません。まあ、その、死人に口なしというかね。向こう側歩いてんだな。トボ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 行ったり左行ったり右行ったり。車か。あ、いた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 。こっちはいないのか。なんかお、どこ、どっち、違う、こいつじゃないな。デブがなんかトミー呼んでる。おい君、イケメン。これうまーく狙うとちょっと難しいね、あの状態で。どこが痛いですって。腰、肩、首、そこは密接な関係があるのね。まずは歩いてみよう、ウォーキング。私みたいにこれ見て、どこどこどことか歩いてるだろ。スッとめっちゃ屈伸で煽っとるな。うん、そんなに腰痛い。確かにね、腰痛い時にあの運動いいんですよ。ただ早くやるんじゃなくて、こうゆっくり手を前方方向に伸ばして、で、ゆっくりなるんですよ。ごめん、ここ通れない。そしてそっから行くしかないな。スッと取りましょう。何？腰が痛い、わかりました。当院のスペシャル。ちょ、取れた取れた取れた私の腰がちょっと今いがれたかもしれない。痛い痛いあいつ、え、ちょっと待って、ビシアユって出てきた。なんだなんだ、お、出てきたぞ。おめえの兄弟はもう死んだからな。腰がいがれてもうでな。待てー消えー。あ、まだ閉めてなかった。届くんだ。うちのね、このね、槍、まあ一発当たるごとに体調が良くなっていく、血行が良くなっていくと言いますかね。なんだって、肩が痛い。大丈夫、先生が治療してあげるから。お、入ってくれと。わかりました、今入りましょう。絶対やられると思った大体あれですかね、私ね、こう暴言を吐きながらね、先生に暴言を吐きながらどっか行くっていうね。あの人にはもうすごくスペシャルなね、当院の治療の方を施してあげたいかなと思います。やっぱりイケメンはね、こうなんだろう、自分をほら磨くことに必死なわけじゃないですか。うん、エステ行ったり、ヒサロ行ったり、まあ、ジム行ったりと。あ、カモンメント。やっとるか。おい。ブツブツ。脳みそが痛い。行ってみろ。うい。槍攻撃するぞ。すっと。あの小僧。やりよるわ。こんばんは。走れ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 。やるな。うらよっと。うらよっと。届くんだな。何？今度は何？足が痛い。先生に任せなさい。しっかり治療してあげる。背骨が曲がってんのかもしんないよ、それは。一回私がね、触診してみてから、ちょっと診断の方を下したいかなと思いますね。うん、お邪魔しますよ。先生の手をね、煩わせないでいただきたい。あ、罠。あ、大丈夫か。
そこにいるのは分かっているんです。出てきなさい。はて、おベッドの下か。出てこい。んさ、一本、うん、いいよ、ベッドに寝たままでいいから。先生がグッとグッとグッと針治療するから。どうかな、気持ちよくなったかな。よし、次を、次の患者がね、どんどん待ってるから、一人一人、え、どうしたん。あ、男と女があれさ、怖ー、人間ってやっぱ怖い。地上のもつれ、地上のもつれかな、これは。浮気、不倫、ちょっと私はね、やっぱ喧嘩は犬も食わぬというか、夫婦喧嘩は犬も食わぬというかさ、ちょっとどういうあれか、私が聞きに行きましょうか。何が原因なのか。あ、喋ってる。ちょ、壊しとこう。なんか喋ってたね。なんかロシア語っぽかったけど、あれなんだったんだ今の。見てみよう。どうされました。お、喋ってきた。やっぱ私、ああ、女の頭を殴った表示になんかレンチみたいに砕けたんだけど。いや、もう関わんないで、もう怖い怖い怖い。もう人間が怖い。人間が怖い、本当に。なおね、人間って怖いよな。お邪魔します。当院の、私、柏木ベルクラ委員長が、じかじかに治療していきまーす。おっと、何をそこすり抜けてくん、おかしくない。超距離、今のが超距離針治療ね。いけないか。あれが効くんだ。ちょっと聞いただろう。さあ、入っていったか。私が、ゆっくりまったりおねえを治療してやろう。素敵な悲鳴を上げてほしい。隣行くの。おあー、いい針あったよ。君の大好きな針あったよ。あ、ちょっと待てよ、表の方行ってるか。棒状の針あったよ。よしよしよし、棒状のものあったよ。あれ、前の方行ったな。これぐっさりとあの尾根に突き刺してやろう。ここ壊しておこう。地上の邪魔だ。しかしさっきの地上のもつれは何だったんでしょうね。ちょっと私基本整骨院なんで、ちょっとメンタルケアの方はできないよね。夫婦のそういう喧嘩みたいな仲裁はできないよね。おろ消えたぞ。おね、どっかで息止めてるんでしょ。え、もう向こう行ってんの。なんかね、ほんと素早いな。はい、来ました。え、あ、これあれ、地上のズレのやつや。まだやってたの。お、喋ってる。何、怖い。人間って怖い。その後ろにいるから、お姉が、さっきの。お前だよ、私の。違う違う、あんたじゃない。そこは夫婦でどうにか問題を。うん、あ夫婦で問題を解決してやってくれ。私は知ったことじゃない、お前らの。怖いから。痛い、やめて。当たったから、背中に当たったから、あんたたちの。いいや、あの人たち怖い、もう。何なの？おいた、これ、この子よ。いい声上げやがるな。楽しくなってきたよ、私、委員長。委員長、楽しくなってきちゃった、これ。あれ、別の女もいる。ちょっと待て。2対1ってのは、ちょっと私も、一人、マンツーマンで私もね、ワンツーマンで私やるあれだから。あの二人だいぶ重症だけど、ちょっと待って、なんでここついちゃうかな。いきます、
治療してあげます。どうやら腰痛そうだね。あの走り方痛いに決まってる。あ、ごめん、頭かち割っちゃったわ。この子の治療をしましょうか。はい、さてと、どこ？あー、なるほどね、両肩。あー、ここね。はいはい、任せて。まずは肩甲骨をしっかり伸ばしていきます。からの首。おっとっとっと、勢い余っちゃったけども、これですっきりしたでしょう。ありがとう、お母さん。やっぱ会員してよかったと思う、この印象。お、いた。何何何、ええ、さっきの夫婦喧嘩の、ほら、夫婦喧嘩の2人やん。どう、どうしたの。いやいや、ね、君たちの問題、君たちで解決するべきだと思うよね。私、いらない感じよね。私のことが目に入ってない感じよね。やっぱりあれでしょうね。女の子に黙って、まあ、デートに行っちゃったんでしょ。映画行って、その後飲み行って、終電で帰ってきたけども、何もなかったと主張してるわけでしょ。いや、もしくは、女が、女が浮気をしたのかもしれない。血だらけじゃ。おっと、始まった始まった。ちょっともう一人いるからね、この二人以外にもう一人いるから、ちょっとこの夫妻のね、結末気になるけど、見てたいけども、ちょっとごめん、遊ばせ。あれが二人だよね、あの夫婦だよね。探さんといかんな。あ、違う。やばいやばい、あのトミーじゃない。お姉が警察呼びやがった。絶対に許せねえぞ。通報なんかしやがって。うちの医院が、うちの整骨院がさ、どんな悪いことしたっていうの。君たち人間の方がはるかに悪いことをしてるんじゃないか。私はそう思う。気配を殺しながら入ってきましょう。ここかな。あれ、一人になってる。夫妻の決着が、どっちが勝ったのこれ。まあ、勝った方が正義だと思うね。勝った方が正義よ。実力社会というか、ね、お、あ、いたいたいた。お、女の子の声。こんにちは。え、キルミ、殺さないでって言って。いやー、でもどうしたの。あー、なんかロシア語っぽいけど、あ、旦那が勝ったんだ。ロシア美女が命乞いしてきてますね。あ、投げキスされた。あ、どうしようかな、これ。命乞い、ロシア美女、ロシア美女の投げキスからの命乞いって、これ、やばいな。ちょっとかつてないほど私、葛藤していますね。なんかふにゃふにゃ言うてるな。ちょっとロシア語わかんないんだよな。ん、ふにゃふにゃ、どうしよう。私かつてないぐらい葛藤してます。デッドバイデイライトだって、私一回だって優しい殺人になったことないのに。あ、ふにゃ。可愛いな、なんか可愛いな、ふにゃーふにゃーって言ってる。どうしたもんか、どうしたもんか。一回だけチャンスをやろう。一度だけだ。一度だけ。あ、入る。
君に一度だけ車に乗るチャンスを与える。なんか可愛いな、これ何語なんだろう。Кататься. Ты хочешь сломать машину? Детеки на сайт! Пожалуйста, ну что? Гомен! Ну пойдем кататься. Таскетай. Зайчик. Кими, ваташи вакатта. Кими не айо цитайтай. Куда ты меня ведешь? Ай, штейр. Ай, лаби. Ай, лаби. Ай, лаби. Ох. Это That's my special, 迷って迷って迷ってだよ。私ね、本当に迷った。なんだろう、アンティルドーンの助ける助けないぐらい迷ってるね。Mommy is proud of you. でもね、Now come home. ほら報われないから、今まで死んだ人たちも。いやー、しかしこれ、いや、すんげー迷ったな。あんな泣きす、いやー、ちょっと LINE 交換、ロシア語で LINE 交換できるなら助けますよみたいなのを私が喋れてたら、ちょっともう LINE 交換して助けてたんだけど、そのわけでご視聴ありがとうございました。皆さんの良きゲームライフの方に祈っています。ベルカでございました。お疲れ様です。チャンネル登録は、PC の方は画面のアイコンから、携帯機器でご覧の方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。